オマール・ブラボトルデシリアスは、メキシコ出身のサッカー選手。US セル・フェニックス・ライジング FC 所属。元メキシコ代表である。ポジションはフォワード。CD ・グアダラハラ CD ・グアダラハラの株、組織出身で、2001年8月20日のオンル・ティグレス、戦でデビューした。最初の3シーズンは途中出場が多かったが、アペルトゥーラ2002でレギュラーに定着し、15試合に、 出場して6得点を挙げた。2006年は個人としてもクラブとしても成功を収め、クラウスーラ2007では17試合に出場して11得点を挙げて得点王に輝いた。アペルトゥーラ2006で優勝していた CD、グアダラハラは、コンカーカフチャンピオンズリーグ出場権を得て、W コネクション戦で同体開発得点を挙げた。 準決勝の DC ユナイテッド戦ファーストレグでも得点して決勝進出に貢献し2007年4月8日に CF パチューカとの間で行われた決勝のファーストレグでは2得点を挙げた2試合合計10から10で敗れて準優勝に終わったが10得点を挙げてこの大会の得点王に輝いた2008年4月26日エスタディオハルシコで行われた プレブライフ C 戦で CD グアダラハラでの通算100得点を達成し、サルバドールレジェスに次いで2人目の100得点達成者となった。101得点目を挙げたプレイオフの CAF モンテレー戦が CD グアダラハラでの最後の試合となった。デポルティーボ・ボラ・コルーニャ2008年5月22日、スペインリーガー・エスパニオーラのデポルティーボ・ボラ・コルーニャと3年契約を結んだ。 遺跡金は発生していない。当時のデポルティーボには、同じメキシコ人のアンドレス・グアルダードが在籍していた。8月31日のレアル・マドリード戦でデビューし、12月8日のマラガ CF 戦でリーグ戦初得点を挙げたが、スペインでは成功したとは言えず、2008から09、シーズンは9試合の出場に終わった。2009年3月5日、 クラウスーラ2009を戦っているウォンル・ティグレスにレンタル移籍した。ウォンル・ティグレスへのレンタル期間終了後はフルス C d グアダラハラにレンタル移籍し得点数を108に伸ばした。スポルティング・カンザスシティ2010年8月8日、2011年1月に特別指定選手としてメジャーリーグサッカーのスポルティング・カンザスシティに移籍することを発表した。 チーバス USA 戦でデビューし、その試合で2得点を挙げた。クルス・アスル2011年12月12日、スポルティング・カンザスシティには復帰せずに、クルス・アスルと契約することを発表した。様々な世代別のメキシコ代表に選ばれ、2004年には U-23 メキシコ代表として、アテネオリンピックに出場した。2003年3月、ボリビア戦で、 メキシコ A 代表デビューした。同年7月に行われた2003コンカカーフ、ゴールドカップにも出場し、ジャマイカ戦で代表初得点を挙げた。メキシコ代表は、決勝で小大国のブラジルを下し、7度目の優勝を飾った。2006年6月にはドイツで開催された 2006FIFA ワールドカップに出場し、グループリーグ初戦のイラン戦で2得点を挙げて、 マンオブザマッチに選ばれた。グループリーグ最終戦のポルトガル戦では PK を失敗し、決勝トーナメント1回戦のアルゼンチン戦には出場しなかった。2007年には2007コンカカーフゴールドカップとコパアメリカ2007に出場し、コパアメリカ2007ではエクアドル戦、パラグアイ戦、ウルグアイ戦で得点を挙げた。その後は2010フィファワールドカップ、北。 中米カリブ海予選に出場し、カナダ戦とコスタリカ戦で得点を挙げている。2009年7月には2009コンカカーフ、ゴールドカップにも出場し、グループリーグ最終戦のグアドループ戦が代表での最後の試合となったが、メキシコ代表は決勝でアメリカを5のゼロで下して、自身2度目の優勝を飾った。ありがとうございます。